NZ クローラーで52センチになりましたよ。ミニは今来たんですけどね。パチャパチャやってれば、はい、あーあ、食った、おっしゃ、おーし、いやー、ありがとうございます。はい、ねえ、バックで1回のが釣れました。ブルシューターね、サイズは56センチ。おお、この感じはブルシューターいけたってことはコードネームバスいけるんじゃないの、これ。ちょっとトライでしょう。ねえ、ちょっと震えます。コードネームバス PE の6号いや、56が抜けるこのバンタムのパワーもやばいね。ちょっとよいしょ、
はい、高速ネームバスに来ましたよ、超でっかいの。いやー、がっつりかかってる。下から、桟橋の下から、カーッと食い上げてきて。でもバス食うと思わないですけど、バスみたいになるわね。これ。コンプと。ありがとうございます。測って逃がしたいと思います。タックルは買ったばっかりのバンタムのね、ゴーザオにビッグシューターコンパクト P の6号兄ちゃんに、はい、自慢しよう。どうだ、ありがとうございます。よし、こんな感じね、がっつり食ってくれた。はい、じゃあね、測って逃がしたいと思います。コードネームバス、やったべ。はい、56センチ。ウィー同じやつじゃないだろうね、多分向こう側に逃がし、さすがにそれはないかよいしょ、じゃあ、あまりヘラの邪魔すんなよ。デジャブよいしょ。はい、というわけで帰ってきました。こちらデプスのコードネームバス、ウェブメンバー限定でね、注文することができるよっていうことで、で何年も前からね、この展示会のデプスのブースでこの展示されていたりして、あー出たらな、ちょっとどうかな、投げれる竿ないけど買ってみようかな、買っちゃおうなんて言って買ってみたわけなんですが、まあ何にしてもね、本当思えるルアーなんで、でこのルアーを投げるためにこういったバンタムのね、一番強い竿、これがですね170UH の SB っていう、これ受注生産で出てくるですね、シマノの剛竿なんですけども、これで合わせて投げてみたところ、非常にね快適に無理なくキャストができたって、あとねアクションもつけやすいよっていうことで、でリールはですね、アブのビッグシューターっていうね、ものすごい太い糸が目いっぱい巻けるリールなんですけども、結構ねこれね PE の6号ラインって太いの巻いてますよということで、こんな組み合わせでね、やってみたところ、デカバスが連れてくれたっていうことで、でこのちょっと前にね、これデプスのブルシューター、これね190っていうサイズなんですけども、これ入れたところパチコンってね、すぐ連れてくれて、8トラップ入れたらですね、バスが興奮して食い上げてくれたんですけども、でまあこれを入れた時に下から結構多くのですねデカバスがルアーを見に来て、これもしかしたらこっちでもいけるんじゃないかなっていうことで、そんでもって結構ね岸際で餌を活発に追うバスの姿なんかも夕間詰効果からいっぱい見ることができまして、そんでもってこれを投げて、今回もですね、8トラップみたいな感じでちょっと水面でバシャバシャやっていたら、おーなんだなんだ、なんか捕食祭り行われてんのかって、こう仲間のバスみたいなのが桟橋の下からわーって出てきてですね、で食いついたのがまた56センチだったっていうことで、あんなね短い時間で、そうですね、56センチ2匹釣ったっていうのはね初めてなんで、もうね本当夢の中にいるような感じでしたね。何が起こったんだろう。でその日のね朝一には、まあ動画にもしましたが、これね NZ クローラーで52センチが釣れて、でブルシューター56、コードネームバス56っていうことで、こう考えてみると本当結構ねルアーはもうパンパンにねいっぱい持っていくんですけども、やっぱりデプスのルアーって
で大きなバスを吊ることに照準合わせて作られていて、実際にね使ってみると本当大きなバス釣れるんですよね。ジョイクロとかいろんなね、あとその他のでかい羽物とかですね、これ以外にもいろいろ持ってって、でまあ結構交換はしていろいろ投げたりしてるんですけども、終わってみてあーすげー釣りだったなんて思い起こすとね、考えてみたらね、全部デプスのね兄弟たちがね頑張ってくれたっていうことで、これはね、でまあこれもねちょっとねすごい反応が良かったんで、いきなり大のお気に入りルアーになっちゃいました。これ重いからね、そのカッパリで持ってくのとか大変だと思うんですけども、でもね、あのバスの狂ったような反応を見るとないと不安になっちゃうよななんていう風に思って、ただまあ一番やっぱ反応が良かったのは、魚の寄りが良かったのはこれですね。多分ギルとかヘラ食ってるんだと思うんですけども、これを入れた時のバスのグワーって寄ってくるね姿はちょっと異常でしたね。大きいからこそなんだろう、見に来てくれたで食ってくれたっていう感じがすごいして、でさすがにねこのコードネームバスに関しては入れたらねあんまり見には来なかったんですよね。ただそうですね、なんかエイトトラップみたいな感じで水面チャバチャバチャバってやると、なんだろう、こいつが仲間のバスが何か食ってるって錯覚するんですかね。でその中心にいるのが、まあ、シルエット見えないようにこうなってるから、思わず食いついちゃったのかななんていう風に、思いますが、まだね買ったばっかりで、で竿も手に入れてようやく投げれるようになったんで、ちょっとねいろんな状況でね、投げてみて、そんでもって試してみようかな。というわけで何年か前ね、50アップが1日で3匹釣れたよなんていうね、日はあったなと思い出したんですけども、今回はね、ほんとね、自分の中ではもうね、会心の釣りね、全部デプスのね、デカバス対応ルアーでね、で、それ投げるために買った竿でね、これはね、ちょっと違う竿で投げましたけども、まあ、この2つはね、まさに、これを投げたいんだと思って、このね、バンタム買ったんで、ちょっとね、感無量です。またね、こんないいチャンス、訪れた時用に、まあ一応ねこのセットはね、三島とかねそういったダムに行く時は、船に積んでいこうかななんていう風に、考えております。というわけでですね、まあ、コードネームバス釣れるんだなと思った人はね、ぜひね、いいねボタンお願いいたします。またね、チャンネル登録、まだの方ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。まあ数釣りとかね、小さいバス釣るの大好きなんですけども、たまにね、こういうデカバスも狙っちゃうよなんていうチャンネルなので、引き続きよろしくお願いいたします。というわけで本日の釣り子 TV は三島湖に行って、コードネームバスを投げたら56センチ釣れたよ。その前にはこれで56センチ釣れたよ。その前はこのルアーで52センチ釣れたよ。ね、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。